鉄道合図とは、形、色、音などにより、係員相互間で、相手に対して、意思を表示するものである。日本の、鉄道に関する、技術上の基準を定める省令では、信号、合図、標識に分類している。この省令において、合図は、運転業務の一環として、係員相互間で、その相手方に対して合図者の意思を表示する、ものとしている。 車掌、または、駅長が、信号機に進行を指示する信号が現時されている、出発時刻になっている旅客の乗降が、終了しているなど、列車を出発させても良い条件が整ったことを、確認し、運転士に、出発して良い、胸を表示する合図。出発合図には次のいずれかの方法がある。車内ブザー式、車内電令式乗務員室にある連絡ブザー。 または伝令により出発合図を表示する方法。現在はほとんどの鉄道事業者がこの方式を採用している。JR では車掌が乗務する列車のうち JR 東日本以外の旅客5社の電車列車及び JR 東日本を含むすべての機動車列車において車内ブザー式が採用されている。ただし JR 東日本線の電車列車であっても 団体、回送列車や、運転停車の際に行う出発合図は、車内ブザー式による。私鉄や公営鉄道では主に、東日本地域が、車内ブザー式、西日本地域がベルを、単音2打を鳴らす、車内伝令式が多いが、広島電鉄や福岡市交通局など、西日本地域でも、車内ブザー式を使用する事業者が存在する。 中京圏の名古屋鉄道は300系以降の車両は従来の電令式から車内ブザー式に変更している。会社によっては運転士が安全確認を行った後、車掌に向けてブザーもしくは電令を鳴らす。主に西武鉄道、京成電鉄、都営地下鉄、京浜急行電鉄、北総鉄道、近畿日本鉄道、京阪電気鉄道、 阪神電気鉄道、阪急電鉄、南海電気鉄道などで行われている。そして車掌がドアを閉めてから運転士に向けてブザー、もしくは電霊を鳴らす。蒸気いずれの方法も、都市目ランプは点灯しているが、ドアに物が挟まっているなどの理由で、列車を発車させるのに、死傷や危険が生じた場合は、 非常停止スイッチ、車掌ブレーキ弁などを扱って、非常ブレーキを動作させて、列車を停止させるか、発車合図取り消しの合図の合図を送り、列車を停止させる。ワンマン列車では、出発の可否は運転士自身が確認する。都市目操作を行い、下記の知らせ等点灯による都市目確認のほか、ミラーやモニターなどにより、通常、 車掌が行っているホームの安全確認を運転士自身が行った上、さらに運転士として必要な信号確認、前方確認を行っての発車となる。車掌が乗務しない回送列車の場合、ホーム確認は運転台より広報目視で行うことが多い。知らせ等式知らせ等運転台にある知らせ等により出発合図を表示する方式。 東日本旅客鉄道や福島交通、飯坂線、豊橋鉄道厚見線では、すべての乗降扉が閉じていることを知らせる知らせ島の、点灯を運転士が確認することにより、車掌の出発合図とみなしている。なお、知らせ島の色には東降、白、緑がある。なお、かつては、JR 九州、JR 西日本、JR 東海、伊予鉄道で、 知らせ等式が採用されていたが、現在は、車内ブザー式に移行されている。無線式上無員無線により、出発合図を表示する方式である。JR では、客車列車が、無線式を採用している。鉄道事業者によっては、車掌の列車、発車願います。の合図のみで行うところもある。また、客車列車でも、 JR 四国のトロッコ列車のように、工術の車内ブザー式合図ができるように信号線を引き通してあるものもある。かつては、北海道内の一部の普通客車列車でもこの方式で行われていたことがある。JR 以外の客車列車では、それぞれの会社の運行規則に従った合図を行う。無線式のほか、長笛による合図、車掌が力気を振り、運転手が 目視確認後発車する、など様々である。車掌の乗務していない列車のうち、タブレット閉塞式、表権閉塞式、スタッフ閉塞式を採用している線区の停車場異常時のため、代用閉塞方式、または、伝令法を施行して運転する。列車運転士では、旅客の乗降が終了したことがわかりづらいとき、その他運転取扱い上、 運転士だけでは出発させる時期が不明瞭な列車また、停車場は駅長しか出発させる時期がわからないため、駅長が出発合図を行う。合図の方式は次の通りである。ブザー、無線方式利点欠点知らせ等発車式、利点欠点列車を駅から発車させるときに、駅係員が乗務員に対して旅客の乗降が終了したことを伝える合図である。 この合図を受けて乗務員はドアを閉める。客終わりと省略することもある。出発指示合図機駅長が信号機に進行を指示する、信号が現示されているか、または進行手信号が現示されている出発時刻になっている旅客の乗降が終了しているを確認し、車掌に対し出発合図を行ってもよい、胸を表示する合図。なお以下に示す。 停車場から出発させるときは、駅長しか出発させる時期がわからないため車掌に対し、出発指示合図を行う。タブレット閉塞式、表権閉塞式、スタッフ閉塞式を採用している線区の停車場異常時のため、代用閉塞方式、または、伝令法を施行して運転する列車車掌では、 旅客の乗降が終了したことが分かりづらいとき、その他運転取扱い上、車掌だけでは出発させる時期が不明瞭な列車また、停車場合図の方式は次の通り汽笛を使用して、運転士の意思を他の係員に伝える合図。車内ブザー、または、車内電令を使用して、乗務員間で意思を伝える合図。ブザー式では、 超音と単音の組み合わせで合図を行い、合図を受けた方が同じ合図で応答する。伝令式ではその回数により意味が異なる。組み合わせや意味は事業者により様々である。英語圏ではベルコーズやフザーコーズと呼ばれる。社内ブザー合図の方式。 東武鉄道も855から12017年2月列車の蘇生を変更した場合に行われるブレーキ試験の際に使用される合図。ブレーキ試験合図機を使用するときは白色灯とブザー合図により表示する。ありがとうございます。